リックパスを解説します。ブリックパスはクラシックパスと同じ動作でパケットを入れ替えますが、パスを行う瞬間に右手でデックに圧力をかけて下パケットを前に移動させます。そしてデックを小さく前後にジグルしてパスの動きをカバーします。デックに圧力をかけることによって上下のパケットが入れ替わるスピードが速くなります。それではブリックパスの細かい動作を解説していきます。まずターゲットカードの上に小指でブレイクを保ちます。左手の指の位置は親指をデックの上、人差し指を前エンド、中指と薬指は右サイドに当てます。右手は親指を後ろエンドの左側に当て、人差し指を軽く曲げてデックのトップに置きます。そしてブレイクの中に左手の小指を第一関節まで差し込み、薬指と小指で上パケットを掴んで右手でデックを曲げるように親指で圧力をかけます。続けて右手で下パケットを前方に動かし、左手で上パケットを引き下げます。上パケットがクリアしたら右手のパケットを後ろに戻し、デックを前後に1回揺らしてパスが完了します。ブリックパスは高速でパケットを入れ替えられるので、表向きで入れたカードを一瞬でトップに上げてビジュアルに見せたり、連続でカラーチェンジすることも可能です。解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。